コメントいただいたのは、みなせいのりさんです。声優として数々のアニメ作品でメインキャストを務め、アーティストとしても、去年開催された有観客ライブツアーで、自身最大規模となる横浜アリーナでの単独公演を成功させるなど、スケールアップを続けるみなせいのりさん。すごいですね。うん、す横あり単独公演。まあ、そんなアーティストとしても、声優としても大活躍のみなせいのりさんからのコメントを聞いてください。 熊本カルチャーポータルをお聞きのあなた、こんばんは、みなせいのりです、えー。自己紹介、ああ、みないのりです <laughs>。アクセルワンに所属しています。レコード会社はキングレコードさんです。こういう自己紹介って本当にどうやったらいいのかいつも。わあ、なんかそわそわしますね。あとなんか言っとくことあるかな。平成7年12月2日生まれです。<laughs> 同い年の人とかいますかね。はい。あとは B 型ですね。はい。趣味と特技はずっとないので。<laughs> 何かいい趣味と特技を、私が見つけられない私の趣味と特技を見つけてくれる方がいたら、ぜひ教えてください。えー、この番組にコメントをするのは2回目ということで、再びお声掛けをいただきありがとうございます。さて、この番組では、推しへの愛の伝え方というコーナーをやっているということで、私の推しですけども、えー、今一番推しているものは、えー、何なんでしょうね。もちろん、今、 ほやほやというか熱々な推しは、えー、やっぱりね、私、トゥワイスの皆さんが大好きで、いろんなとこでお話ししているんですけども、実はトゥワイスの中にはこう、日本人のメンバーも含まれているので、えー、よくね、こう、もう韓国のアイドルということで、こう、韓国のアイドルのみんなに、日本のメンバーが日本語を教えて、それをこうライブの MC で話してくれたりするんですけど、それがもうめちゃくちゃ可愛くて、 皆さん大好きですとか、愛してるとかを言うんですけど、もうそれにもうズキュンズキュンして、すっごく可愛いなと思ってます。なので逆にね、私たち日本のワンスと言われるファンの皆さんは、韓国語を頑張って覚えたりとか、あの皆さんが歌ってくれる歌の意味を理解しようといろいろ言葉の壁をね、 それぞれが歩み寄っていく姿になんかすごく愛を感じるし、なんかまた、こう、まあもちろん勉強ではあるんですけど、推しのためと思うと、その勉強というよりかは、なんか推しが言っていることをちゃんと分かってあげたいみたいな気持ちのもと、 すごいね、高まるモチベーションを感じるので、はい。あの、私の大好きな TWICE のみんなからは、その韓国の美味しいご飯とか、韓国の名所とか、いつか行ってみたいなっていうことを教わりつつ、韓国のメンバーは日本に来ると駄菓子を食べたりっていう、そのね、ギャップがすごく好きだなというふうに思っております。そんな。 私、みなせいのりなんですけども、ちょうど昨日ですね、7月20日水曜日にニューアルバムグロウをリリースしました。はい、こちらのアルバムは約3年ぶりのアルバムとなっておりまして、えー、作詞に挑戦している既存曲であります、心染まりなど、多数の既存曲もありつつ、めちゃくちゃ8曲かな新曲も収録している、ボリュームたっぷりなアルバムになっております。 え今回のアルバムでは、えー、いろいろ輝きをテーマのもとに、えー、楽曲選んでいったりとか、初めて、あのトラック1がオーバーチュアと言われる、まあ、インストの曲から始まって次の曲につながるような構成にチャレンジしてみたりと、4枚目のアルバムなんですけども、何か新しいものもしつつ、でも歌声とか届けたいものは、 一番等身大なアルバムになったんじゃないかなというふうに思っております。そしてそんなアルバムを引っさげて9月からは全国ツアー祈りみなせライブツアー 2022GLOW を開催します。九州では9月24日土曜日に福岡サンパレスホテルホールでライブを行います。ぜひ皆様 GLOW のアルバムをたくさん聴いて遊びに来てくれると嬉しいです。そして熊本にもぜひ遊びに行きたいです。私のおばあちゃん熊本出身なので、はい。 実は行ったことがないんですよね。お話だけは聞いてて、おばあちゃんも早いうちにもう都内に来ていたので遊びに行ったことはないんですけど、ぜひ行ってみたいなと思っている地域なので、もし遊びに行ける機会があったらぜひ名所とか美味しいものをたくさん教えてください。それでは最後にアルバムグローよりこの曲を聴いてください。水瀬のりでメルティーナイト。以上、水瀬のりでした。 曲は昨日7月20日にリリースされたおよそ3年ぶり4枚目のアルバムグローから、みなせいのりメルティーナイト。まおばあちゃんが熊本出身というみなせいのりさんですけれども、はい、趣味と特技がずっとないとおっしゃっていましたが、うん。みなせいのりさんの推しは TWICE ということで、推しへの愛の伝え方は、 推しを知る。理解する。うん、まあ、そういったことを話されてましたけれども、寺根氏は、K、K-POP ア,アイドル。あ、アイドル。が好きという話をしてましたが、どうですか、はい、ツワイスは大好きです。絶対無理なの分かってるんですけど、みなせさんに今すぐお時間いただいて、推し誰ですかって話したい。ぜひね、うん、逆に、みなせさんを推してらっしゃる皆さんもめちゃめちゃたくさんいると思いますので、今日ね、 皆さんの声を聞いて、そして歌を聞いて、やばい、押したいと思った皆さん、ぜひですね、まあ、昨日7月20日に4枚目のアルバム、グローがリリースされました。他にもたくさんいい曲入ってますので、うん、ぜひこちらもチェックしてください。皆さんコメントありがとうございました。